皆さんこんにちは、ビーレジェンド染谷です。すっかりね、もう春めいて暖かくなってきたということで、皆さんお待たせいたしました。力持ちの桜餅風味ですね。本日はこちらのレビューをやっていきたいと思います。力餅桜餅風味は毎年ね、数量限定で販売されて、毎回ね、早期完売してしまうね、大人気の春限定フレーバーです。なんといってもこちらのね、プロテインの中には実際のね、桜のね、葉っぱがね、入ってて、パウダーだけでもね、桜餅のね、いい香りを楽しむことができる、忠実にね、桜餅を再現されているプロテインになっております。非常にね、ファンの多いフレーバーの一つとなっております。早速飲んでレビューをしていきたいと思います。大体ね、150ml から300ml のお水で溶いていただくんですけど、僕は200ml ぐらいが好きなんで、200ml のお水を入れてきました。購入するとね、こちらのね、黒のスプーンが付属してまいりますんで、これにすり切って1杯入れていきたいと思います。こちらのね、黒スプーンすり切って1杯入れていただければ、タンパク質がね、しっかり 20g 取れる設定になっておりますんで、すり切って1杯入れていきましょう。パウダーはこんな感じですね。実際にね、こちらのプロテインパウダーの中に桜のね、葉っぱが入ってるんで、めちゃくちゃいい匂いがしてます。すり切って1杯入れていきます。よいしょ。でシェーカーを逆に回してカチッって言ってから閉めます。よし。パウダーはね、若干ね、通常より緑がかったパウダーの色だったんですけれども、シェイクすると見事な桜餅のね、色に変わっております。水に溶くと桜のね、いい香りがしてたものが匂いが薄くなって、あんこのね、いい匂いが香ってますね。それではいただきます。うん、こいつで俺も力持ち。美味しいですね。僕は本当に今減量してて、食べれるものが制限されてる状態なんですけど、そういう時に本当にね、最適なご褒美なフレーバーになってますね。実際に飲んでみた感想なんですけれども、パウダーをね、嗅いだ時は桜の葉っぱの香りが強くて、桜のね、感じが最初に来るのかなと思ったんですけれども、実際飲んでみると、まず最初にあんこのね、甘い感じがね、まず最初に来ます。まあ飲み進めていくうちに桜の葉っぱが香って、本当にね、うまく桜餅のね、再現できていると思います。見事な和菓子スイーツプロテインにね、仕上がっていると思います。力餅の桜餅風味の味をですね、星でね、評価していきたいと思います。まず甘みですね、星4つとしたいと思います。定番どころのね、フレーバーで言うと、そんなバナナ風味であったり、キャラメルコーヒー風味ですね、甘みのレベルと近いんじゃないかと思います。酸味については星0個ですね。すっきり感に関しても、どちらかというと甘い系のフレーバーになるんで、0とさせていただきます。クリーミーさは星3つとさせていただきます。どちらかというとやっぱり甘い系のね、フレーバーになるかと思うんですけど、あんことね、甘みをね、こうしっかりと感じてね、満足できる仕上がりになってるんですけれども、そこまでね、甘ったるくないので、飽きずにね、飲み続けることができるね、フレーバーに仕上がってるんじゃないかと思います。でこちらのね、栄養成分表示ですけれども、1食 30g あたりエネルギーが 116.9kcal、 タンパク質が 21.1g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 4.3g、 食塩相当量が 0.5g、 ビタミン C42.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。気になるこちらのお値段なんですけれども、 1kg3200円となります。で1点注意点になるんですけれども、力持ちの桜餅風味のパウダーの中には桜葉がね、使われておりまして、緑色のね、粒がね、見受けられる場合があります。それはね、桜葉の沈殿ですので、品質上とかこう何か異物が混入しているとかではありませんので、ご安心ください。桜餅の力餅風味も数量限定となります。毎年ね、早期で完売してしまう商品になります。あんこが大好き、和菓子が大好きだっていう方にね、おすすめしたい商品に仕上がっております。ぜひなくならないうちにお試しいただければと思います。概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼っておきますんで、発売と同時にね、お買い求めいただければと思います。春限定力餅の桜餅風味でね、春を感じてみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。早速ね、飲んでいきたいと思います。
笑うてもらったわ。